はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ本日なんですが、アルティメットロマン構築デッキをねご紹介していきたいと思います。最近私生放送、いつも日曜日の夜大体生放送してるんですけども、生放送でキャラっぽいデッキ選手権っていう、その令和のカードプールでキャラデッキっぽいのを作ったらなんかめっちゃ楽しいんじゃねっていうね、まあ、そういうね、大会やってまして、まあ、そこでちょっと自分が調整相手として、作ったデッキなんですけども、なんかすげえ楽しかったんでこのデッキ、その大会での調整ルームで使ってる感じなので、一応ちょっと動画にして残しておこうと思って、皆さんもねぜひね友達とデュエルするときにこれ使ってください。めちゃくちゃ楽しいです。はい、でこれどういうデッキかっていうと、ブラックマジシャンデッキに神ぶち込んで神出すっていうデッキですね、簡単に言うと。はい、まあ、ブラックマジシャンデッキはね以前ご紹介してるんで、ギミックそっち見ていただければなと思うんで、まあ新しく追加したカードだけ説明していくんですけど、まずですね神、4種ですね。はい、ラータマー、ラー、オシレス、それから、オベレスの巨神兵っていう、この神やっぱ3体のリリースじゃないと特殊召喚できないんで、めっちゃ重いんですけども、ブラックマジシャンって結構横に並ぶんですよ、モンスターが召喚権使わずに。永遠の魂とか、ソウルズとかで結構モンスターが横に並んだりするんで、結構ねアドバンス召喚の素材を確保しやすいということで、意外と出ます、出そうと思ったら。はい、で、墓地から蘇ってこれるんで、リリースしたモンスターも結構ねアドバンテージ回復できますから、なんか意外と神を出すには結構いいデッキなんじゃないかなと思ってね。はい、でこれ交差する魂、これはですね自分相手のメインフェーズに原神従属モンスター、要は神ですね、神たちを出すために発動するカードなんです、速攻魔法で、自分のフィールドのモンスターか相手のフィールドのモンスターもリリースして、神を出せるっていう効果なんですよ。これで相手のモンスターをリリースして神を出していくっていうこともできるわけですね。はい、でこれ注意してほしいのは、このカードの発動後次のターンの終了時まで自分は原神従属モンスター以外の魔法トラップモンスターの効果を1回しか発動できないっていうことで、めっちゃ強いんですよ。相手のモンスターリリースしてこう神ですんでめっちゃ強いんですけど、その代わり次のターンの終了時まで原神持続以外の効果も発動できないよっていう、ほぼそんな感じの、カードになってます。で、神を差しするカードっていうのがねあるんですよ。それが真実の名、これなんですけども、この真実の名っていうカードがめっちゃ相性いいんですよ、ブラックマジシャンと。これなんでかっていうと、これどういう効果かっていうとね、カード名を1個宣言して自分のデッキの一番上のカードを宣言するんですよ。で当たってたらそのカードを手札に加えて、さらにデッキから神属性を手札に加えた特殊ができるよっていう効果なんですけども、これで当てやすいんですよデッキトップ。なんでかっていうと、黒の魔導陣っていう最強カードがあるんで、あと魂のしもべっていう最強カードがあるんで、デッキトップを固定するカードが6枚入ってるんで、真実の名でデッキトップをめっちゃ当てやすいっていう、これが素晴らしいシナジーですよね。ブラマジ三原神デッキの、はい、あとはまあブラックマジシャンギミックですね。でちょっと融合モンスター以外はほとんど出さないんで、まあ、この辺はなんか適当に入れたんですけど、まあ、この辺のモンスターも一応適当に入ってて、なんかここはなんか皆さんで回答してください。出すモンスターは去年ティマイをそのままこれ出してくる融合モンスターと、あと、幻想の見習い魔導士2体とかで出して、ノリトを出してからその上に、クロマ同士するとか、あとブラマジブラマジでするクロマ同士、それから魔法使い2体でできる見習い魔女あたりしか出したことはない。まあ、一応ねアクセスコールとか入ってるけど、ちょっとこれ出しちゃうとなんか遊戯っぽくないというか、なんかうんってなるから、まあこの辺はちょっとお好みでっていう感じですかね。はい、早速ねこのロマンあふれる最強のブラマジデッキを回していきましょう。デュエルスタンバイ、さあ行くぜ。俺の名は武藤遊戯、いやアテム、我が名はアテム、相手にとって不足はに、さあ来い優勢、優勢レベルいくつだお前は。ちょっと一応説明しよっか。今回の、対戦動画なんですが、どこ使うか説明しておきます。どこ使うかなんで説明しておきますけども、一応キャラデッキ調整部屋みたいなルームがありまして、私週末にねキャラっぽいデッキ選手権みたいな大会何回かやってるんですけども、まあ、それのルームでやってるんで、ちょっと相手の動き見るためにね妨害ちょっと少なめでプレイングすることもあるかと思いますが、ご了承ください。マジシャンズロットを召喚、マジシャンズロットの効果を発動、この通園の効果により俺はデッキトップに仕込むことができる。そうマジシャンズサルベーションもね、つっつえー、そしてマジシャンズサルベーションを発動、マジシャンズサルベーションの効果により俺はカードをデッキよりセットする、そして手札より黒の魔導陣を発動、黒の魔導陣の効果によりデッキトップ3枚を見て
その中に、あー、何の成果も得られませんでした。だがしかし、俺は真実の名を発動。真実の名の効果によってデッキトップのカード名を宣言する。俺はデッキトップのカードを投資することができるのさ。幻想の見習い魔導士を宣言。正解。真実の名の効果、デッキより神属性モンスター相対を手札に加えることができる。来い、オシリスの天空竜。そして俺は手札に存在する幻想の見習い魔導士の効果を発動。幻想の見習い魔導士の効果により手札を1枚墓地の繰り、このカードを特殊召喚、そして特殊召喚に成功した場合、見習い魔導士の効果を発動するぜ。ブラックマジシャンを手札に加えさせてもらうぜ。そしてこのまま俺はバトルフェーズに移行する。行け、幻想の見習い魔導士でアタック、ブラックバーニングモドキ。おっと、なんかあるな。なんだそのオフセカードは。ユーセどうした、そんな程度かな。お、レフティドライバー。何、あのカードはゲームから除外するとライフドライバーを持ってくるとかで最強カードだな。クズ鉄のカカシ。いや、やるじゃないか、ユーセ。相手にとって不足はないぜ。まあそのぐらいは許してやろう。そして手札よりマジックカード、クロマイスの比喩を発動。このカードの効果により手札より融合モンスターを墓地のフリー、手札フィールドより融合モンスターを墓地のフリー、融合召喚を行う。これはフィールド上に存在するマジシャンズロットおよび手札に存在するブラックマジシャンの魂を墓地のフリー、現れろ元祖並んだらけ融合ブラックマジシャンズ。確実に融合してない、ただ単に横に並んだだけ。横に並んだだけだぜ。このモンスター融合とは一体。ターン終了。さあこれで魔導陣の効果で一応1枚除外することはできるが、お前のハンドがなかなか事故ってそうなんで、ちょっと一応見るぜ。さあ何がしたいんだ君は。優勢全力ぶつけてこい。手加減はいらないぞ優勢。おっと、やばい、やっぱそれさ、最強書道って言われてない、確か。それなんか最強書道って聞いたけど俺。なんかコンバーターで、あのジャンクシンクラ持ってきて、ジャンクシンクラ召喚してコンバーター出した時に宇宙が始まるって言われてるよね。これ相当クソ長い、それって見せつけられる可能性あるな。まあ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 、ジャンクコンバーター OK ですよ、いいですよ。なんかこっからさ、ジャンクスピーダー出されたら世界が終わるって言われてるんですよね、今現代遊戯王では。やばやばい、終わったかもしれない。まあちょっとでも一応、まあ展開見るためにちょっと、まあ永遠の魂使わないでおきましょう。ちょっと相手にも気持ちよく展開してもらおう。俺も気持ちよく展開させてもらったから。はい、まずは、ジャンクスピーダーの効果で、デッキからシンクロモンスターを可能な限り特殊化するとか、なんかやばすぎる効果。可能な限り特殊召喚っておかしいだろ、書いてること。なんだよ可能な限りって。どう考えてもなんかテキストやばいですよね。可能な限り特殊召喚するとか、やば出てきすぎだろ、出てきすぎなんだよこれ。モンスターやばいって。まあでも非中な一体しかおらんやんって思うじゃないですか。なんかね、こっからね、非中なを製造してくるのがあのデッキですからね。ちなみにあの子ジャンクスピーダーを使う場合は、え、出た、タクシーだ、タクシーだ、出た、タクシーだヘイタクシー。おっと、タクシー効果、タクシー効果で、カードをセットするとエクストラデッキからなんか、シンクロモンスター、ドラゴン族のシンクロモンスターか、なんかパワーツールを出せるっていこうか。面白いなこれ、これ見たことねえな。え、ブラックフェザードラゴンブラックフェザードラゴン来た。何こいつは、もしかしてあれか、すべてのシグナーリーを出してサテライトホールが強っ。いや、強い。よいつよいつ、どれ破壊するの。はい、魔導陣と、ちなみにブラックマジシャンズも破壊すると、あーなかなかやりますね、なかなかやりますね。いや、4500、たっか、打点打点たっか。え、でもなんかそっからのルートあんま知らねえや。なんか割とね、あのコズミックブレイザーとかシューティングブレイザーとかバトル、あれなんか弱いな。おユースでなんかもうちょっとなんか展開できるデッキじゃなかったか、そのデッキ。あれから、ジャンドまだ回してする最中、練習中からユースでレベル3くらいじゃんこれユースでレベル3、攻撃宣言時別にいいですよ、それは破壊されましょう。 OK、 分かってんじゃん。マジシャンズサルベーション、マジシャンズサルベーションじゃねえや、
ブラックマーチャントが破壊されたらブラックマーチャントブラックマーチャントガールが出てくるっていうのは分かってるね。エンドフェイズ、オーケー。エンドフェイズ、永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果によって、手札墓地からブラックマジシャン1体を特殊召喚するという効果、墓地よりブラックマジシャンを特殊召喚。そして、魔法トラップカードが発動したためブラックマジシャンズの効果発動。ブラックマジシャンズの効果によりカードを1枚ドローするという効果。ロットはまああるから別にいいや。ロットはあるから別にいいです。うわー、最強カード、最強カード来たけど、最強カード来たけども、一応打つか。最強カード来たけども、まずは、ブラックマジック活動。ブラックマジシャンが存在する場合、相手フィールドのマジックトラップカードを全て破壊する。そしてブラックマジシャンズの効果、マジックトラップカードが発動したためカードを1枚ドローする。うおー待たせたな、マハード待たせたな、行けマハード。そして、マジシャンズロットを召喚。マジシャンズロットの効果発動。マジシャンズロットの効果により、ブラックマジシャンと名前が記されているマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによって師弟の絆、このカード手札に加えさせてもらうぜ。そして手札より師弟の絆の発動。師弟の絆の効果によりブラックマジシャンが存在する場合、ブラックマジシャンガールをデッキ墓地手札より特殊召喚できる。来い。そしてカードをもちろんセットする。ブラックマジシャン系の必殺カード、最強のブラックバーニングマジックをセット。このカードはブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが存在する場合、相手フィールドのカードを全て破壊するという最強の効果を持っている。そしてまずはこれでバトルフェーズに移行するぜ。守護神官マハードは闇属性モンスターと戦闘を行う場合、自分自身の攻撃力を倍にすることができる。うおー強い、さすがマハード、さすがですマハードさん。そして全てのモンスターはこのブラックマジシャンガールズたちで粉砕させてもらう。ゆけブラックマジック、ブラックマジックもどき、強え、なんて強いんだ、なんて最強の効果。俺はレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚、現れよ幻想のクロマ同士。そして幻想のクロマ同士のオーバーレイネットを1つ使い、デッキよりブラックマジシャン1体を特殊召喚できる。現れよ再びブラックマジシャン、かっこよ、この盤面、この盤面かっこよ、マジでかっこいいわこの盤面、世界一かっこいいわ。さあ優勢どうした、闇遊戯レベル100だぞ俺は。闇遊戯レベル100、闇遊戯レベル 100VS 不動優勢レベル3 残念だったな。いけブラックバーリングマジック、ボルタロウまさかのボルタロウ、ボルタロウラータマ来たラータマ来た。そして俺は墓地からブラックマジシャンをさらに特殊召喚していく。そして3体のモンスターどこリリースしてんだよ、これどこリリースしたらいける、オシリス出してんだよ、あ魂の下も来た、最強すぎる、最強すぎ、最強すぎ、最強すぎ。魂の下部を発動。魂の下部の効果により、ブラックマジシャンと名前が記されているマジックトラップカード、エフェクトベイラー、何やるじゃないか、エフェクトベイラー。そいつは唯一環境を取っている、お前のチューナーモンスターだったな。デッキトップに置くのは、黒の魔導陣。そして、黒のあーで、カードを1枚ドローできるのか、なるほど強いなこれ、このコンボ。そしてあー向こうか、 OK で、魂の照明の効果を発動、カードを3枚ドロー、うわー強い。そして俺はフィールド上に存在する3体のモンスターを生贄に捧げ、これだね、これだ、現れろオシリスの天空竜。そして手札よりマジックカード死者蘇生を発動、再び蘇る守護神官マハード、これが闇遊戯レベル100デッキ、うおかっけー、見てよこれバトル、いくぜブラックマジック、行けオシリス、
超電動派サンダーフォース。アーテムに挑むには100億年早かったようだな。修行して出直してこい、ユセ。ネオドミノシティは俺が守る。どうも、ネオドミノシティを救いに来た、主人公武藤遊戯です。いや、アテムです。次回巫女やっべ次回シーン、貴様がお前がネオドミノシティを破壊しようとしているゾーンとやらか。次回シーン、ザフィオン、いいだろう。アドバンスドロー、何アドバンスドローの効果によりレベル8以上のモンスターをリリースするとデッキから2枚カードをドローすることができる。そしてザフィオンの効果でもドローができると。なるほど、カード1枚セット。なるほど、やばいな。次回神はなかなかにめんどくせえできたと聞いている。やつらは戦闘効果で破壊されないとかいう、あ、ティマヤ様が来た、戦闘効果では破壊されないとかいうヤバスキル効果を持ってると聞いた。まずは一旦マジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果によりブラックマジシャンを墓地に送らせてもらうぜ。ブラックマジシャンを墓地に送り、このモンスターを墓地に送ることによって墓地で存在するブラックマジシャンを特殊召喚できるという効果。現れろブラックマジシャン、これが俺の切り札にして最強のしもべ。ハンドちょっと事故ってますティマイオスのマークを発動。ティマイオスのマークの効果によりブラックマジシャン一体で融合召喚を行う。現れろ超魔導士ブラックマジシャンズ。このモンスターはブラックマジシャンとブラックマジシャンガイロを並べただけで融合召喚できると言われているぜ。超魔導士ブラックマジシャンズ。そしておっと、その伏せカードはなんだ、その伏せカードはなんだ、怖えな、ちょっとやめてくれよ。行け、バトルフェイス。超魔導士ブラックマジシャンズでダイレクトアタック。ほう、使わねえ、なるほど。メイン2、まあ、とりあえずちょっと幻想の見習い魔導士は一回温存しておきますか。なんか今なんかどれもあんま捨てたくないんだよねオベリスク捨てるわけいかないし、幻想で幻想捨てるもギリあるけど、ちょっと一応捨て札誘発として残しておきたいなみたいなところもあるので、一旦エンド、まあ大丈夫、超魔導士ブラックマジシャンとか言いますからね、はい、あー、いえ、そういう感じか。まあこのブラックマジシャンズがいるとね、めっちゃドロー加速できるので生き残ってればね、だ結構コンボパーツ集めやすいんだけど、今ちょっとだけ事故ってるかな。アインソフ出た、これなんか定時退社しなくなるカードじゃなかったっけ。あ、ちげえわ、こいつはまだか、こいつはまだか。無限速、あ、無限回アインソフオールみたいなやつがなんかデッキで戻さなくてよくなるやつだな。はいはい、で効果発動していく。超魔導士ブラックマジシャンでめっちゃドローできる。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、コンボパーツ取ってきた。オッケー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 。さあバトルフェーズ、やばい。そいつはバトルをすると、アイディフィードのカード1枚選んで持ち出しデッキで戻すと、うわーうわー破壊してくれー。はーい、ブラック元祖並んだらき融合が並んだらき融合さ、うわやるじゃないか。ただ俺には史上最強の、魔導陣シンズの7コンボが残っているぜ。相手カードめっちゃ伏せるな。まあいや、そんな伏せるやべえ。ブラックマジックして、ブラックマジックしてドロー。ラータマいらなラータマ入れすぎだな、これラータマこんないらないわ、これ絶対。相手そんな展開してこないデッキ多いしな。黒の魔導陣の効果を発動。デッキトップを見て、あー強いじゃん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 、やん強いじゃん。で、サルベーションを手札に加えながら、俺はマジシャンズロットと交差する魂の順番を入れ替え、そして真実の名を発動。デッキトップを当てることができればそのカードをドローすることができるぜ。おそらく多分マジシャンズロットだと思うんですよね、多分。まあ僕デッキの上見れるんで、はい、投資できるんで。そして、デッキから特定のモンスター1体を手札に加えることができる。来い、オシレスの天空竜かっけ、やべえ、なんか1匹だけ全然違うスフィアモードのなんか神全部揃った手札に。そしてマジシャンズサルベーションの効果を発動。マジシャンズサルベーションの効果によってデッキから黒の、ま、永遠の魂をセットすることができる。一旦これはですね、まあ一回ロット召喚して、何持ってくるんだこれ、マジシャンズロット召喚して、あ、しもべか、しもべとかにはしもべ持ってきて、
で、しもべ持ってきて、めっちゃドローはできないが、1枚はドローできるな。1枚はドローできる。魂のしもべの効果を発動。魂のしもべの効果により、ブラックマジシャンの名前が記されているマジックトラップまたはモンスターを1枚デッキトップに置くとかいう史上最強の効果を持っているぜ。もちろんデッキトップに置くのは、マジシャンズソウルズ。そして、墓地に存在する、魂のしもべの効果を発動。ブラックマジシャンが墓地で存在するためカードを1枚ドローすることができる。そしてマジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズはブラックマジシャンまたブラックマジシャンガールを墓地に送ることにより墓地よりブラックマジシャンかブラックマジシャンガールを特殊召喚することができる。これにより俺はブラックマジシャンガールを墓地に送り、このカードを墓地に送っていく。そして現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手のフィールド上のマジックトラップカードを1枚ゲームから除外することができる。もちろん黒の魔導陣の効果により除外するのは1回次回新道よ。ちょっとね、モンスターを処理するカードがこのくらいしかない。よしさすがに抑制怖いけどねなんだろう、抑制カード。指定の絆の効果によって俺はブラックマジシャンガールを特殊召喚し、そしてブラックマジシャン系の必殺技カードを1枚セットできる。もちろんセットするのはブラックマジックだぜ吹き止め行け。ブラックマジシャンが存在する場合、この最強カードを発動することができる。ブラックマジック、フィールド上の、アイディフィールド上のマジックトラップカードを全て破壊する。アインソフオール、何アインソフオールは、アインソフを送ると発動ができると。なるほど、いいだろう、なるほど、いいだろう。このカードは相手の効果では破壊されない。やるなやるな、相手の効果では破壊されないだと。なかなかやりよるやつは。さすが 5Ds のラスボスといったところ。ブラックマジックの効果により、アインソフオール以外のカードは全て破壊される。そして手札に存在する一番使わないのどれだろうこれかなこれ一番いないな。ちょっと買いはすまん、買いはお前からいただいた、お前からちょっと譲り受けたカードは一回捨てるわ。そして、ブラックマジシャンを手札に加えていく。よし、これで闇属性モンスター2体でリンク召喚。現れろ見習い魔女。このモンスターの効果により闇属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。そしてこのカードが破壊され墓地を食らった場合、魔法使い族モンスター1体を回収するという効果を持てる。これによってロットを回収することができるので、さあ3体を帰れ。あ、帰らないのか。アインソフオールの効果で帰らない、強いアインソフオールの効果で帰らない、強い。やばい、次回新、次回ミコが、次回ミコの効果、ゲームから除外して、デッキから次回新モンスター1体を特殊召喚するという効果を持っている。いいだろう、相手にとって不足はない。待ってろ、ユーセ、今俺がお前の町を救ってやる、先輩としてな。サンダイオンは2000番だよね。ミチオンが4000番、サンダイオンが2000番。いいだろう、別にいいか、別に受けてもいいや別に受けてもいい、別に受けてもいいや、それはもう別にいい、もう最悪に2000番4000番でしょ、知らないもんね。4000、半分になって2000番。いやいや、知らない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 。もう一体ミチオンが出てきたら、それを処ればいいから、これは一旦スルーする。はい、 OK。 そして見習い魔女の効果発動。見習い魔女が戦闘によって破壊された場合、墓地に存在する、これはロットですね、ロットを回収していく。そして相手はバトルフェーズ終了時にミチオンの効果と3ダイヤの効果が発動できる。いいだろう、ライフが半分になって2000バーンを受けてしまう。これで俺の残りライフは1750。いいだろう、ライフポイントが2000以下になった場合、俺はスキルを発動することができるぜ何の話。永遠の魂の効果発動。永遠の魂の効果により現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果、さらにその効果にチェーンし、マジシャンズサルベーションの効果も発動していくぜ。マジシャンズサルベーションの効果によりブラックマジシャンを選択し、弟子を墓地より呼びつけることができる。さあ仕事だ、起きろ。いやー、残業なんて嫌です。
ひょーバギーン。そして黒沼道中の効果でカードを1枚除外していく。俺のターン、スキル発動、ディスティニーだろう。全然ディスティニーじゃねえ全然ディスティニーじゃねえ、びっくりした、全然ディスティニーじゃねえ。とりあえず黒の魔導陣の効果を発動。黒の魔導陣の効果によりデッキトップ3枚を見て、その中からブラックマジシャンと名前が記されているマジックトラップカードがあれば手札に加えることができる。そしてこれはどうすればいいんだ。あいつらは戦闘効果では破壊できねえとかいう劇的にやべえ効果持ってるな。どうすればオシリス出せるんだちょっとオシリスを出すルートをちょっと何とかして開拓したい。俺は黒の、元素の黒魔導士をエクシズ召喚、そして元素の黒魔導士の効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使い、ブラックマジシャンをデッキより特殊召喚。そしてまだ召喚金切ってないよな。幻想の黒魔導士、とりあえずブラックマジシャンが特殊召喚されたため、お前のそのアイン速オールはゲームから除外させてもらう。気合せろアイン速オールよし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 。こいつらはもうなんかいい、もうなんかほっといたらスタンバイフェーズに帰る。あいつらはやつらスタンバイフェーズに帰る。手札を1枚墓地の送り、幻想の見習い魔導士を特殊召喚、そして3体のモンスターをリリースし、見せてやる神の力を。ゾーンネオドミノシティは俺が救う。神の召喚。テテ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 殴ったところでなんか何も起きねえからやることな。まあ一応1枚除外できるっちゃ除外できるんだけどさ、あんま意味ないっていうね。1枚除外したけど結局お前らは帰るんだよ、スタンバイフェーズに。デッキに帰れ。よーし帰宅した。よし、やつらは帰宅した。さああとは合金、なかなか強いカードを使うじゃないか。エクストラデッキはコストってさ、なかなかやるな。ただし俺のフィールド上にはもうこの最強のトライアングルが揃っている。マジシャンズサルベーション、魔導陣、そして A の魂。おっとラフィオンはバトルを行ったバトルフェンス終了時、このターンこのカード戦闘があった相手フィールドの攻撃表示モンスターのダメージ OK。 いいだろう、バトルフェンス来い。よし、ここだ、攻撃宣言時 A の魂の効果を発動。自分の手札帽子からブラックマジシャン一体を特殊召喚する。現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、クロノの道陣の効果をチェーンし、そしてチェーンにマジシャンズサルベーションの効果を発動。マジシャンズサルベーションの効果により墓地からブラックマジシャンガールを特殊召喚し、相手のカードを1枚ゲームから除外していく。未来は俺が救う、待ってろユース。これがアテムの力だ。アーククレイドルはこれで止まるはずだ。行くぜ、バトルフェイスに移行する。行けブラックマジック、オシリス頂点ドーハンサンダーフォース遊戯王 5D2 完対戦ありがとうございました。さあ不動優勢レベル100、相手にとってもそこはないで、不動優勢レベル100らしいです。これはい、不動、私は不動優勢レベル100ですって言ってました何ジャンクコンバーター、ジャンクコンバーターを捨てるジャンクシンクロ、これは最強ムーブが決まるぞ。まずい、ちょさっきの対戦相手は不動優勢レベル3くらいだったけど、なんかレベル100はさすがにやばそう。さあまずはレベル2のコンバーターのジャンクスピーダーでシンクロ召喚して、ジャンクシンクロでシンクロ召喚してジャンクスピーダーが出てくる。ジャンクコンバーターの効果とジャンクスピーダーの効果が発動していく。可能な限りデッキからシンクロモンチューナを特殊化するとかいうやばすぎる効果、やば、やばやばつえつえ、どんだけチューナー生み出してんだよお前、やばいだろこいつにやってること。蓬莱する奇跡来た。ブラッドローズと思い集いし竜でうわシューティングセイバー、うおクリスタルウィングバロネスつえクソつえクソつえマジで
無理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 、全然無理、100億パー無理。とりあえずこのまま見習い魔導士の効果発動。あっ、黒沼能人の効果発動。あっ、さらに魂のしもめの効果もチェンジして発動。あっ、